いアウトレット滋賀竜王にトルちゃんと一緒にお買い物に来ました。イエーイ。トルもサングラスをかけたりお帽子をかぶったり、今日はおしゃれをしてきております。じゃあ今日はパパとママとバーバの洋服をいっぱい見たいと思います。そしてその他にもこちらは新しくドッグランもできたみたいなので、トルちゃんと遊びに行きたいと思います。おい、早速竜王いちご、はぁ、美味しそう。いちご美味しそう、いい匂いしてる。バーバどうですか、めっちゃ美味しそうですよ。トルちゃん、いちご食べる？楽しいね。トルちゃん、こちらのイチゴをゲットしました。品種はこれ秋姫らしいですね。おいしそう、めちゃくちゃ綺麗なイチゴです。それからトルテチャンネル、こんにちは。よくわかりましたね。ありがとうございます。あ、本当ですか？ありがとう、ありがとうございます。お二人はラルゴちゃん、ダンテちゃん、すごいね。ダンテちゃん怒らないの。可愛い顔して、ラルゴちゃん。めっちゃシルバーじゃん。 1.8、これでの半分のサイズです。トルちゃん 3.8、 すごいね。よかったね、会えて。すごい、めっちゃよく見つけてくれた。すごい、ありがとうございます。はい、こちらメイクドッグさんのビーフさんです。トルちゃん見て、ママこんなの買ったよ。買いそう。じゃあまた帰って試着したいと皆さんに見せたいと思います。はい、トルちゃんもアウトレットを一緒に歩けて楽しそうです。ママ何買ったんですか？ママも買ってますね。トルちゃん楽しかったね。さあ次どこ行こっか、トル。それからトルテチャンネル。広場に出てきました。あ、こっち、あ、こんな感じでテラスもありますね。わー。そしてこちらロックな入り口。おー、ドキドキドキ。ロックランの利用規定も書いてますよ。わー、トルちゃん、はーい、ドックラン来ました。こちら、ハッピーデイフォーペッツということで、ペットと一緒に三井アウトレットパーク滋賀竜王を楽しもうということで、こんな感じでですね、いい感じの、はい、芝生で一緒に遊べるワンということで、めっちゃいいとこできたんですよね、アウトレットに。わー、でテラスで一緒にご飯も食べたりできるので楽しみです。こんな感じ。ドッグラン1日1班880円です。はい、こちらのドッグランはここの QR コードを読み取って、会員登録をするそうです。行きましょう。こんな感じでドッグラン2つあります。スモールとラージ、ミディアムのワンちゃん専用です。こんな感じで30番のやつをもらいましたよ。トルちゃん30番です。はい、1日遊び放題だ、トル。チャンネル登録。はい、早速トルちゃん楽しんでおります。こんな感じの小型犬用の方ですね。かわいい。イエーイ、来た。じゃあバーバは？バーバどこ？バーバどこ行った？バーバどこ行った？探そうだ。バーバどこかな？バーバどこやろ？バーバどこですか？バーバどこ？
じゃん。パパは？見つかった。見つかった。ワンちゃんの預かりっていうのもやってるらしいんですね。なんかいろいろ割引があるみたいなので、もし。ちょっとね、預けてお買い物したい方はこちらご利用してみてはいかがでしょうか。ドルーチ預けられたくないね。トーちゃん来た、トーちゃん来た、来れた、トーちゃん来れたね。うん、よかったね。うん、いいね、楽しいね、今日ね、あったかくていいね。すごい、結構積極的に遊んでる方ですね、まだ。うん、楽しいの、楽しいの、父ちゃん楽しい。追いかけられた、追いかけられた。父ちゃん楽しいね、お友達ってよかったね。こちらのドッグランはこのレシートを見せたら一日中何回も出入り自由でございます。いいね。はい、こちらにはきちっとうちボックスあります。わー、ありがたいですね。それからそれからトルテチャンネル。はーい、見てください、美味しそうなクレープ、モミ&トイズさんのクレープを買ってきました。こちらはとろけるクレープで有名で、このママはこちらのいちごのミルフィーユ、トロちゃん食べたい。じゃあバーバーはいちごバナナです。美味しそう、食べたいね、トロもね。さっき買ったいちごも早速食べてみたいと思います。あ、うん、甘い、めっちゃ甘いよ、トロちゃんいちご。このボリュームがすごい、ね、美味しいね、ボリューム満点で美味しいいちごでした。トロも完食。こちらママのとろけるクレープ。うん、なんかミルフィーユ、美味しそう。見て、うん、美味しい。なんかカリカリが乗っててめっちゃ美味しいです。トロちゃん見て、こちらアローズさんの方もですね、今回ワンちゃん OK になってました。やった、トロも入れます。入っちゃえ、いってらっしゃい。トロちゃん、こちらザラさんもなんとワンちゃん OK になってました。こんな感じです。じゃあ入っていきましょうか。トロちゃん、ママザラさんで、ちょっとアウターを買いました。春になったら着れるからいいなと思いました。行きましょうか、次。トルちゃん、ビームスさんはワンちゃん NG でした。ダメだね、パパが見に行っております。トルちゃん見て、ビームスさんでなんとママ B 品の可愛いスカート買いましたよ。なんかね、 B 品も売ってるんですよね、ビームスさん。はい、トルちゃん、あ、こちらローズバットさんです。じゃあこちらママの好きなお店なんですけど、トルちゃんちゃん NG でした。残念だね。待っててね、トル。じゃーん、買ってきました。これね、めっちゃコーディネートで可愛いのがあったので買ってきました。お家帰って試着したいと思います。それからそれから、トルテチャンネル。じゃあ早速買ったもののコーディネートをしてみたいと思います。じゃあ見てください、着替えました。はい、ママはこんな感じの青いブルーのワンピース、こんな感じですね。はい、こちらと、はい、ブラウンの裏毛のトップスを合わせて購入しました。こちら、じゃあ
の、はい、すごいちょっとレーシーな面白いスカートですね。わー、こちらのスカートと、はい、こちらザラさんのホワイトデニムのビッグジージャンを買ってきました。こちらもすごい安くて良かったです。はい、ビームさんとザラさんのコーディネートです。トルちゃんはこちらのトルテーって書いてるイエローのパーカーに、じゃあホワイトのサロペットを合わせてハートのサングラスをしてみました。はい、ママもグラサンをつけてこんな感じです。リングコーデ大成功。お次は見てください、今回はワンピース購入してきました。はい、こちらローズバッドさんです。このね、中に着てるロンティーも一緒に購入してきました。このね、首元になんかチュールみたいなシアーのやつが着てて、タートルが苦手なママにもこのね、ロンティーすごい可愛くていいなと思ったのと、見てください、これ袖可愛いでしょ。わー、こっちお袖もね、チュールが出てたりと、すごい可愛いんですよ。こんな感じで、はい、コーディネートしてみました。トルちゃんは、このぶりっ子ママに似合うように、クマちゃんコーデにしてもらいました。どうだったでしょうか？はい、ママは意外とこのぶりっ子コーデ気に入っております。はい、じゃあ、今日の動画がいいなと思った方はコメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、じゃあ次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。